瀬戸市。瀬戸市は愛知県の尾張北東部にある市、日本有数の陶磁器である瀬戸焼の生産地として知られる。瀬戸物、瀬戸、物という名称は、この地の古くからの地名である瀬戸に由来する。市内に点在する鉱山では、陶磁器、ガラスの原料となる粘土、傾斜が産出される。市の主産業であった用業は近年低迷が続き、 関連工場の数は、最盛期の半分程度まで減少している。洋業関連工場は、規模が大きくまとまった敷地を使用していたこともあり、跡地にはマンションが建設されることが多い。鉱山関連産業は輸入物の年度、経営者等に押され、低迷している。毎年9月の第2土日曜日に開催される、瀬戸物祭りは、全国最大級の陶器の連売主が行われ、 毎年約50万人の人手でにぎわう市内最大のイベントである。近年は六次産業に官民を挙げて注力している。瀬戸農業塾を立ち上げ、瀬戸豚や瀬戸マトなど農業ブランドの確立を推進している。近年には町全体を博物館に見立て、瀬戸マルットミュージアムを展開している。二千十六年の総観光客数は九十六万人を、 記録した。例えば、瀬戸内海が、瀬戸に挟まれたうちの海を意味するように、瀬戸は、現在では、通常、狭い海峡の出口を言うが、もともとは、瀬の開ける場所、すなわち、狭くて、流れが急な場所から開けたところに出る場所を意味し、ここでの、瀬戸も、その地勢からとって、狭い山あいを流れる川が急に開けた場所を意味する。2005年3月、 2005年日本国際博覧会、愛、地球博が、長久手町、現、長久手市との2会場、長久手会場、瀬戸会場で開催された。後に、瀬戸会場は2009年3月20日に、瀬戸万博記念公園愛、パークとして開園した。また、愛知万博シャトルバス発着場であった場所は、地の拠点愛知として整備された。終わり給料の一角に位置し、 中心部を東西に瀬戸川が流れ、旧市街地や観光庁、鉄道などが集中する。北部、東部、南東部は山地である。特に南東部には、会場の森、会所の森がある。南部は、市内最大の住宅地である。岸の団地があり、北西部には水の団地がある。北東部には、穴田企業団地があり、南西部に、暁工業団地、南東部に、 赤津工業団地がある。南部にはこの地方のテレビ放送の親局である、瀬戸デジタルタワーがある。八田川の支流瀬戸川の河岸に、中心市街地がある。名古屋市中心部から北東に、約18キロメートルの場所にあり、名鉄瀬戸線で、名古屋市中心部と結ばれている。また、市内西部を愛知環状鉄道が縦断している。このため、岡崎市や豊田市、 カスガ市へのアクセスも良い。東海環状自動車道の瀬戸品のインターチェンジ、瀬戸赤津インターチェンジがあり、工業団地や住宅地の開発が進んでいる。しかし、人口は減少傾向にある。また、市内北部では、北水の坂、水の坂の新興住宅地として開発が進んでいる。しかしながら中心市街地では高齢化率が高く、小中学校の統廃合なども議論されている。 瀬戸市の地名を参照。10世紀頃から焼き物作りが始まったとされている。鎌倉時代には良質の土が採れる。この地で、加藤史郎財門影正、藤史郎が陶器の製造を始める。江戸時代には、尾張藩、尾張徳川屋の直轄領となり、瀬戸で産する陶器製造は、藩の独占産業となった。18世紀後半になると陶器が、 時期に押され始めたため、加藤民吉が、非善で時期を学び、その技術によって、瀬戸での時期の製造が始まった。明治時代になると、ますます用業が盛んとなった。鉄道やバスなどの交通基盤の整備などが進み、人口が増加したことから、1929年、昭和4年に市政を施行した。愛知県では、市宮市に次いで5番目の市政施行であった。 昭和強行、太平洋戦争を経て、長期的に見れば製造業としての用業は衰退している。高度経済成長期には、名古屋市のベッドタウン化が進行し、その後用業は観光資源としての位置づけを高めつつある。高速道路 IC も改良し、工業団地などに企業誘致を積極的に行っている。2019年度、平成31年度当初予算案。 焼き物つながりの都市と提携を結んでいるのが特徴である。2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。愛知県内の市町村、名古屋市を除く、が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れた。醤油味のいわゆる瀬戸焼きそばがあるほか、五目ご飯の発祥地でもある。 昔は釜焼きの人の栄養補給にうなぎが重宝されていたため現在でもうなぎ屋が多い。また焼肉のホルモンを千枚と呼びそれが浸透している。愛知県下で全市的にレジ袋を有料化した最初の自治体でもある。私立の小中学校は平成28年度まで隣接学校選択制を導入していたが新規の小中一貫校設置に向け選択制を 廃止した。市内及び周辺自治体にある古大学、愛知工業大学、近城学院大学、名古屋学院大学、名古屋産業大学、ナムサン大学と大学コンソーシアムセトの協定を締結しており、パルティセトが竣工した2005年4月より本格的な活動を開始した。当市を中心とした地域で新しい文化活動を創生することを標榜しており、 生涯学習のための企画のほか、市民と学生の交流や、小中高校との連携、町づくりの支援などを各大学の特色を生かして行うとしている。事務局をパルティセと市民交流センターに設置しており、セミナーなどを実施できるスペースも設けている。なお、運営のための負担金は大学ごとに定額金と学生数によって決められているほか、 参加する大学が拠出した金額の合計と同じ金額を市も読んどころ出ている。終わり地方の端に位置する市であるが日清市や豊明市のような調整特例はない。したがって、瀬戸市の中学生は愛知環状鉄道で行き来できる豊田市の公立高校普通会は進学できない。県立愛知県立瀬戸椿特別支援学校。 名鉄鉄瀬瀬瀬戸線新瀬戸戸線線、新駅駅と愛知環状鉄道線瀬戸市駅は隣接している。国の文化財が10件、県の指定文化財が10件、市の指定文化財が51件ある。瀬戸醤油焼きそば、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。